優勝戦1号艇島村隆義選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。改めて今節の63号機ですが、船足について教えてください。あ、そうですね、今はしっかりとバランス取れて全部の足がいいと思ってます。1日ごとの変化としてはここまでどうでしたか？そうです、プロペラの、微調整の方法がいまいち分からなかったんですけど、今日とかしっかり合ってたんで、なんとなく分かってきたような気がします。明日優勝戦に向けてさらに求めたいところというのはありますか？いや、もう足的には自分の中ではもう十分なんで、外さないように、はい、したいです。ここまでスタートに関してはいかがでしょう？しっかりいけてます。1号艇となります。今節ピット離れはいかがですか？ピット離れも今日は良かったですね、はい。そして2号艇以下、辻タイトルホルダーを引き連れての優勝戦となりましたが、気合も入りますね。そうですね、もうみんな強いんで、はい、気合入れていきます。ただ今年は4場所連続優勝も含めて、これで10回目の優勝、2度目の G1 制覇がかかる戦いとなります。リズムも抜群ですね。いや、もう抜群すぎて、はい、怖いですね。最後にファンの皆様に向けてメッセージお願いします。はい、明日池田さんがどういう動きしてくるか分かんないですけど、しっかりインだけ実施していいスタート決めて逃げたいと思います。優勝戦2号艇吉川元博選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。準優勝戦は外からの攻めもありましたが押し切りました。振り返って改めていかがでしょう？エンジン様々でした、はい。今現在の船足、どんな仕上がりになっているんでしょうか？もう日に日に良くなってます、はい、はい。このモーターワーストモーターで 23.6% の数字なんですが、その数字はかなり上回っている状態というところですか？もう全然上回っていると思います、はいはい。船足、気に入っている部分というのはありますか？気に入っている部分は、気に入っている部分、はい、いや、バランス取れてますよ、はいはい。優勝戦に向けてこう求めていきたいところというのは他にありますか？いや、この足がキープできればいいと思います。ここまでスタートに関してはいかがでしょう？行き足がいいので勘通りには行けてるんですけども、今日ちょっと風変わったりして遅れたので、明日はしっかり行きたいと思います。2号艇となります。コースも含めてどんなレースイメージしていきましょう？何もなければ2コースから行くと思います、はい。そして小島は優勝歴もある水面ですが、改めて相性はいかがなんでしょう？相性はちょっと分かんないです。あんまり走る機会が少ないので、はい。ただ期待しているファンの方も多いと思います。最後にメッセージお願いします。はい、優勝できるように頑張ります。ご声援よろしくお願いします。優勝戦3号艇ブス島誠選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。改めて今現在の船足、どんな手応えなんでしょうか？そうですね、この中入るとかなり劣勢かなと思います。前県からここまではこうどんな風に推移しているんですか？良くなったり悪くなったりもあるんですけれども、前県よりはかなり良くなっているのかなと思います。良くなった時こう、はい、船足気に入っている部分などはありますか？ないんですよね、はい。そうなるとそこを求めていく作業に明日はなりそうでしょうか？はい、結構もうやり尽くしている感じがあるので、一箇所気になるところ少しやるぐらいかなと思います、はい。どのあたりがそこ気になっているんでしょう？ターン抜けないんですよね、上がってほしいところで上がらないので、はい。ここまでスタートに関してはどうですか？はい、早いのはあんまりいけてないですけど、しっかりと自分を持っていけてるのかなと思います。3号艇となります。コースも含めてどんなレースイメージしていきましょう？はい、ピット離れ遅れなければ枠なり入りたいですね、はい。そして今年はすでに G1 2回の優勝を含めて4部位の実績です。はい、近況リズムとしてはご自身ではどうお考えなんでしょう？4月5月あまりこうエンジン仕上げられてないので、リズムとしてはあまり良くないかもしれないんですけど、1年としたら、こういう時もあるのかなと思います。はい、ただ小島は SG 優勝もある思い出の水面ですね。はい、なんですけどね、前回は一般戦1号艇で飛んでるので、悔しいレース場でもあるので、はい、リベンジしたいと思います。はい、期待しています。最後にファンの皆様に向けてメッセージお願いします。はい、頑張ります。優勝戦4号艇篠崎仁選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。改めて今現在の船足、どんな評価でしょう？伸びは普通の出足型って感じですね、はい。もらってからここまで1日ごとの変化としてはどうでしたか？そうですね、回転上がらなくなってきて、
あの途中でプロペラ叩いてから、まあ、今日が一番良かったかなと思いますけど、そのあたりはこう上積みも感じてというレースですか。そうですね、はい、はい。優勝戦に向けてさらに求めたいところというのはいかがですか。いや、もうほぼほぼこの状態でいこうかなと思います、はい。ここまでスタートに関してはいかがでしょう。いや、ちょっと行き過ぎてるんで、あの明日はしっかり冷静に行きたいと思います、はい。そして4号艇となります。コースも含めてどんなレースイメージしていきますか。まあ、しっかりピット離れ行って、まあ、4カード理想ですけど、まあ、攻めていくような足はないとは思いますね、はい。そしてこの後は地元の SG オールスターも控えていきますが、はい、弾みをつける一戦にしたいですね。そうですね、まあ、自分が今最近行けてないので、まあ、いいきっかけになればいいなと思いますね、はい。最後にファンの皆様に向けてもメッセージお願いします。そうですね、優勝目指して頑張ります。お待ちください。優勝戦5号艇片岡正弘選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。今節の船足、改めて今はどんな手応えなんでしょう。そうですね、まあ全体に足自体はいいですね。あとはもう少しだけ乗り心地が来てくれたらいいのかなと思ってます。はい、今気になっているのが乗り心地面というところですか。はい、はい。何かこう良さという部分では気に入っている部分ありますか。あった時はすごい乗りやすくて、あの足もいいので結構いい部類に入ると思います。41号機数字 43% と高いんですけれども、そことの比較としてはどうでしょう。そうです、まあ、まずまずだと思います、はい。今節コンディションの変化もありましたが、調整面そのあたりはいかがでしたか。3日目4日目とちょっと外し気味だったんですけど、まあ、失敗している分しっかり合わせていきたいです。ここまでスタートについてはいかがでしょう。それなりにはいけると思います。そして5号艇となります。進入は今現在どんなお考えでしょうか。5コースから行きたいです。では最後にファンの皆様に向けてもメッセージお願いします。はい、優勝目指して頑張ります。応援お願いします。優勝戦6号艇池田浩二選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。準優勝戦は見事展開も捉えて輸出を決めました。はい、振り返っていかがでしょう。まあ、10割菅君だと思います。はい。今日コンディションも変わったんですが、はい、レースの感触としては3周走ってどうでしたか。まあ、ちょっとあってはないでと思います、はい。今日整備もあったんですけれども、はい、その成果としてはどうでしょう。まあ、部品結構変えてるんですけど、まあ、大して変化がないんですね。初日からここまで上積みというのはどこかありましたか。まあ、プロペラが自分の形に近づいたなっていうぐらいですね、はい。明日優勝戦に向けてここは求めたいというところはありますか。まあ、行き足だけはしっかりしたいです。ここまでスタートに関してはどうでしょう。まあ、急に風が変わるとちょっと分かりづらいですね、はい。そして6号艇となりますが、進入に関しては今現在どんなお考えですか。まあ、現時点ではもう6コースから行きます、はい。そしてこれで3場所連続優出、次節はオールスターも控えています。そのあたり意気込みも含めてファンの皆様にお願いします。まあ、そうですね、あの無事故で、オールスター迎えれるよう、まあ、明日はセーパーします。